然界隈自体のイメージが悪くならないっていう利点あるけど、マリオカートみたいな閉じた界隈はもう本当に一発だからな。一番あ200cc これ。おーおーえじゃん。おおおおおめちゃくちゃなんだから。アバウディ Where is everyone? Is everyone? Well, not sure. とまあジョークを入れつつ 200cc 分からん。 200cc 速すぎてラグラグ。FPS とか表示されるようになるのかな、ピンの値とか。多分ピンすごいことになってると思う。マリカーほどのさ、このラグラグなゲームがさ、ピン表示したらやばいことになる。いやもうピンどころじゃない。なんか感覚的に200くらい、いや400、ピンに400くらいありそう。カクカクはしてないんだけど、ゲームプレイ自体は。スマブラとかエペと違って、スマブラとかエペはそういうやつが高いと自分の操作自体カクつくけどさ、マリカは全部自分の操作に影響されないんですよ。すごいよねそこは。ただその分他のプレイヤーの座標っていうのもズレズレになるのデメリットだと思う。マリゲー的には全然あのマリオカートもう、おいどんだけ200出すね3連続200だぞ。マユ、なんで3連続200なのか。ほんと次も200ならバグってる。神ゲー、値が逆になってると。普通の 150cc の出現率とミラーとか 200cc の値が逆になってる。ちょっと冷静さを装ってるけど、ちゃんと心拍数は150くらい出てると。カロリー高え。マリオカート、ま、ゲームとかなんか精巧なさ、あやばいなこの部屋、本当にやべえなこの部屋この部屋本当にやべえな。ダメだ、ここまで来ると逆にすごいよ。それか新手のチートだったりして。それかさ、任天堂が今後さ200とミラーの専門のレート戦用意してて、それに先駆けてよこういうバグが発生してるっていう感じだったら、マジでポジティブシンキングじゃない。200で悪くないコース、メリーメリーマウンテン。本当はドラロ走りてえけど、あミラーのドラロでも全然いいな。最近走ってねえもんなミラーのドラロは。ほら、あ、来たこれ多分あれだおい動画出すぞみんな、ミラーと 200cc 専門のレート線を用意する準備をしているだろう。隠しても無駄だ、あれでバレバレや。普通の 150cc 来ましたね。偶然、普通に偶然っすかね。ちょっと様子見しよう。